こんにちは、リストロです。この動画はお客様の知らない話やサロンの情報などをお送りしてます。今回のテーマは、サロンの、丸坊主、つまり丸刈りですね。丸刈りは2種類あるんです。前回、頭の形によったら丸刈りをすると修正できないっていう話したんですけど、ボコボコになっているのを隠すことができないってことですね。っていう話だったんですけど、それと今回の、この動画はつながっています。まずはじめに、2種類あるっていうのは、単純に言えば、バリカンでやる方法とハサミでやる方法ですね。で、何が違うかというと、ハサミの場合は、さっきの話じゃないですけど、凸凹あったとこを調整することができるんですよ。バリカンでしたら同じ長さにしないといけないんで、ほぼ調整はできないんですけど、ハサミですることによって、へっこんでいるところとかを要はカバーして、シルエットをきれく作ることができるんですね。頭の形に合わせて、丸坊主ができるってことなんですよ。なので、多少凸凹があったとしても、丸坊主はきれくできますので、僕みたいに頭の形が汚かったら、頭の形がサイコロでしたらちょっと無理ですけど、それ、多少の、飲んで、多少のボコボコでしたら大丈夫ですよね。ということですね。以上です。竹でした。